2団体目は、万代町による旅する公務員と題したプレゼンテーションです。ご登壇いただくのは、万代町町長,長佐藤純一さん、デジタル変革戦略室尾野博明さん、デジタル変革戦略室金子浩一さん、CDO 補佐官大久保光信さん、同じく CDO 補佐官小山博美さんです。それではよろしくお願いいたします。 はい、皆さんこんこにちは、えー、福島県にあります磐梯山のふもとにあります磐梯、えー、町から来ました町長佐藤でございます磐梯、えー、町はなんと人口3200人の町でして本当に小さな町でございます、まあ、その中でずっと、まあ、DX を進めてまいりました、まあ、なぜじゃあ DX を進めてきたかといいますとですねまず誰のためにですね行政は、まあ、職員は存在するのかということでございます 磐梯町ではですね私たちの存在意識としてのミッションを明確にしています、えー、誰もが自分らしく生きれる共生社会の競争でありますが、まあ、簡単に言えばですね磐梯、えー、町町民全員をまあ幸せにしたいという思いでありますそして目指すべき将来像であるビジョンはですね自分たちの子や孫たちが暮らし続けたい 魅力あるまちづくり、そして共生共創共同のまちづくりであります。で、この実現のための職員のですね。行動指針。えー、バリーはですね。住民起点で考えていくということであります。私が4年前にですね。えー、初めて、町長に就任をした時ですね。これを。 進めていくためにはですね大きな障壁があったと考えていますそれは縦割りの強制そして規制概念に凝り固まった何もするな何もできない閉塞感でありましたこれにはですね行政自体の変革が必須であったということでありますそこで万代町の第一ステージはですね いうことで3年前にデジタル変革戦略室を作りましてこの間組織文化をピラミッドからフラット化そして外部人材の組織内登用そしてシステムのクラウド化、えー、など DX を組織変革の道具として進めてきておりますそして今回第2ステージはですね職員の働き方の改革であります テーマは職員の、職員たち,のたちの役場からの解放であります。いつでも、どこでも、誰とでも仕事ができる環境づくりを目指しています。その第一歩が、この旅する公務員であります。それでは、具体的な内容につきましては、それぞれの職員から説明をさせていただきますどうぞよろししくお願いします。 はい、省庁ありがとうございました。私の声聞こえておりますでしょうか。はい。あと、観客のスライドって動かしてるかな。はい、今スライド三つ目出しております。はい、えっ、ー、と三つ目スライド三つ目あ三つのスライドですか。えっ、ー、とですね、あの今ほど省庁からお話がありました旅する公務員といいますのは、えー、バンダイマスのですね。 デジタル変革戦略第2版、えー、ビジョンの中に、えー、将来像の2つ目として出てくるものです。働き方の再デザインということで、いつでもどこでも誰でもということで、今のところ、いつでもどこでもというような環境を整ったと、そのバックグラウンドでは、えー、クラウド化、ゼロトラスト、セキュリティによるテレワーク環境整備というものが行われております。これ、後ほど説明させていただきます。 えー、テレワークを行うにあたりまして昨年の4月に万代の職員テレワーク実施要項というものを策定いたしました、えー、私たち非常に頭が固いものですから、えー、例えばテレワークが必要な育児とか介護とかっていう家族等の定義というのは同居の南心等までとかという,ようなふうに作ったんですけれども、えー、多くの外部の人材の方々に入っていただきますテレあのデジタル変革審議会の中でもっと多様な関係性があるんじゃないですかということで 家族の定員ですねパートナーシップや内縁共同生活者などの生活協力関係や愛着において本人が家族として申請したものというものを含めてございますじゃあ次のスライドお願いいたしますでこのテレ食べ、えー、する公務員って具体的にどんなことをしているかということなんでございますが 私、デジタル絶景なものですからあの昔あったアナログレコードの A 面、B 面ボーナスラックというやつで説明させていただきます A 面的な目的は建前なんですけれどもテレワークができるようになりましたということで実際テレワークをしてみて様々な問題をですね、顕在化させて解消していきましょう B 面的な目的はちょっと本音に近づいていきましていろんな実態さんを渡り歩くことによりましてお互いの先進事例を共有して地域課題の解決を図っていきましょうというものであります。 でボーナストラック的な目的、実はこちら、かなり本年近いんですけれども、われわれ役所の人間、結構役所に一回、訪食しますと、えー、退職するまでずっと、えー、その自治体に居続けることがある、居、えー、続けますので、えー、他かの自治体、まあ、観光で行ったりすることがあるのかもしれませんけれども、実際にですね他の自治体さんのリアルな姿を生で見て、えー、そ,のそこにどんな人たちが住んでて、幸せに暮らしているのか、いろんなことを知っているのか、どんなふうに生きているのかということを知らないで意外と生きています。 なので実際に縄の,、えー、の人のえか、ー、の町の生活を見て、えー、そのそこで視野を広げて自分たちの町というものをもう一度見直してみようといったことを行っております、えー、現在第1弾からえ第7弾昨日まで福,島、えー、福岡県の郡山町に行っておりまして今日はちょっと休みで私いるんですが今2週間の旅にしているところでございます次のスライド写真が入ってございますけれどもここはそんなことをしておりますというようなところでございます えゼロトラストにつきましては金子から説明をさせてもらいますはい、えー、ここからはシステム関係についてご説明をさせていただきたいと思いますデジタル変革戦略の金子と申しますよろしくお願いします、えー、と既存のオンプレサーバーの公開に合わせましてゼロトラストをコンセプトにしたクラウド化によるテレワーク環境整備を 総務省が示すガイドラインに沿って実施をしてきましたスライドはですね、当庁のネットワーク構成の概要になっておりまして、今回、整備を行ったのは、インターネット系、接続系と書いてある真ん中のあたりのスライド、あのネットワークになります当庁におきましては、マイクロソフトの MS365 を要のツールとして導入しております。 MS365 については福島県の情報セキュリティクラウドのところは経由せずにローカルブレイクアウトをする形でクラウドへ接続しておりますで導入した MS365 ではワード、エクセル、パワーポイント等での業務はもちろんですけれども内部連絡ツールとしてチーム s をで外部の連絡ツールとしてはアウトルックを使用しております チームスについては職員間のチャットツールの機能に加えまして職員の方 Kintone、えー、やパワ,ートパワープラットフォームを使用して作成した申請ツールの掲示場所としてあとは、またはウェブ会議ですねこちらの機能も、えー、もちろん活用しているということになりますアウト o ックにつきましてはメール以外でも、えー、会議の日程、物品会議室等の予約管理を行っております 個人のデータにつきましては端末本体には保存せずにバンドライブに保存することを徹底しておりましてデータを守りながらバージョンの管理まで行えるようになったというところですでこれに加えましてマイクロソフトの Azure Active Directory ですねこちらを導入することで端末の管理と認証を実施していけるようになりましてより強固なセキュリティを確立しております でまた各端末にはログ監視や管理者による遠隔,サポート遠隔の操作というのもできるようになっておりますのでこの辺りの環境が整ったというところでテレワークの実施ができるようになったというところでございます。 次が情報セキュリティの実質的運用というところなんですけれどもこちらはご覧のとおりクラウド化に伴いまして全面改定した情報セキュリティポリシーこちらをしっかり運用できるようにセキュリティのチェックと見直しを行うとともに職員の研修を実施することでセキュリティ意識を醸成するという取り組みを行っております。また 職員に IT パスポートや情報セキュリティマネジメントの資格取得を推奨しておりまして具体的には学習のサポートを行ったり受験料の公費負担というところにサポートをしているということになりますで現在、当庁におきましては IT パスポートを4名情報セキュリティマネジメントを1名取得しているという状況でございます。 こちらはですねプロジェクトの実施体制と人材組織マネジメントということで現在、磐梯町のデジタル変革戦略室ではいろんな人たちが在籍していただいてご協力いただいておりますシステムの関係におきましては特に2人キーマンがいると考えております。 赤枠,枠で囲んであるところ真ん中のあたりの CD 用補佐官、システムと書いてあるところシステム担当の CD 用補佐官と、えー、左下の係員のところこちらがまあ私にあたるところなんですけれどもこちらの2人がキーマンになって磐梯町のシステム関係のところを調整してきたというところになります。えー、っと具体的には CD 用補佐官には、えー、職,員に職員だけではこう導き出せないような明確なゴールをお示しいただきまして。で 私との現場の環境とすり合わせをしっかり行っていくことでクラウド化が実現できただと考えております最後に係員としての感想を申し上げたいところなんですけれども最も大切であり最も大変だなというところなんですが実際に使用していく職員への丁寧な説明と継続的なサポート あと定期的な職員研修の実施をしていくというところがすごい重要だなと感じておりますで今後も運用面をしっかり行いまして、えー、こう旅する公務員をより多くの方に展開できたらいいなと思っております、えー、システム関係については、えー、以上ですこれで、はい、バンダイマッ町のプ、えー、レゼンはこちらで以上となりますありがとうございました 万代町の皆様ありがとうございましたそれでは質疑応答に移ります視聴者の皆様も発表を聞いてのご質問やご感想などありましたらスライドにお送りくださいそれでは初めにオンラインでご参加の毛塚先生ご質問ありましたらお願いいたします はいあの、素晴らしい取り組みの発表、誠にありがとうございました。ぜひ伺えればと思いましたのがあの、これまでですね、運用されてみて、勤務の管理でしたりとか、さまざま試行錯誤をされてきたかと思いますで。今回の A 面的な目的にも、実際運用してみて、生じてくる問題の解消とありましたが、これまでどんなあの問題が生じてきて、それをどういうふうに解消してきたのか、ぜひ具体例、交えながらご紹介いただけますと幸いです。はい 小野の方からそこら辺、簡単に申し上げます。正直です、ね、でわれ我々、えー、地方自治体の公務員が、本当の意味でテレワークをやるには、紙とハンコと内線電話、この問題の解決は本当に必要であります。こちらにつきましては、えー、と国のですねガバネメントクラウドの進捗、そこら辺もございまして、なかなか簡単にいくものではございませんそして。紙とハンコと内線電話ぐらいであれば、えー、もう少しですねなんとかなるのかなというふうに思ってまして、今年度。 スマートオフィスの検討も行っているところでございますの事案につきましては、本日会場によります、えー、デザイン担当の補佐官と、えー、我々一丸となって、なんとか、えー、オフィス改革も含めて、その中で紙とハンコと、えー、内戦ではこの問題は解決していきたいなというふうに思っているところでございます。なかなか機関系とか、えー、窓口とか、えー、そういったところについてはまだ、えー、進められていない、本当に現在はシステム系が整っているというような状況でございますので。 システム担当補佐官の応久保さんの方から何か不足があればお願いいたしますはいご質問ありがとうございますあの我々ですねあの専門性の知識からあの皆さんにこうノウハウをですね共有しながら進めているところなんですけれどもこれ次元性を設けておりまして3年経ったら職員の方々が能動的にベンダーさんと対等にお話ができるようにということをあの意識して進めております私からは以上になります ありがとうございました。はい、ありがとうございました。それでは会場にいらっしゃいます審査員の方、ご質問ある方挙手をお願いいたします。それでは先に上がりました平野様お願いいたします。はい、えー、素晴らしい取り組みありがとうございました。であのご説明いただいたですね、まあ、システムの構成だとか、あとはま体制、これあの民間でいうと割とこうあるような形なんですけども、ただやっぱり自治体でこれを実施されるにあたって相当いろんなご苦労だとか 障害の乗り越えられたことがあったんだと思います。先ほどのご質問にもちょっと近いかもしれません。やっぱりこれをですね、短期間に成し遂げられたというようなこと、他の自治体が何か、えー、やっぱ参考にできるようなことがあれば教えてください。はい、ありがとうございます。 あのやっぱりです、ね、あの私は民間出身なんですね、なので当然、民間の考え方を導入していくということの中で、やはりその行政としての難しさってあります、それはやはりその議会があったりですとか、まあ、先ほどもあの質問ありましたけれども、まあ、当然、町民がいたりしますので、まあ、そういった中でやっぱステップを。 ちゃんんとと踏んできていくっていいいくうのは非常に大事だと思っていますさっきあの最初からご説明し,たけもし,しましたがミッションとあの要するにビジョンとあるいは実際にそれをです、ね、ちゃんと伝えていくその中で実際にです、ね、総合計画にもちゃんと落とし込んでいくとでそれを議会にもです、ね、ちゃんと細かく説明していくということのステップを踏んでいくと。 いうことが大事だと思ってましてあとその職員にはですねやはり実際に試していただくもらうということで具体的に試してもらうと同時にですねさっき金子が言ってましたがやっぱり研修を含めてですねいろんな課題が出てくるんですその課題をですね一つ一つ解決していくということの中で進めることによってですねまあ、ステップを踏んでまあ短期間で実施ができたのかなというふうに考えておりますありがとうございますありがとうございましたありがとうございましたそれでは中尾様お願いいたします えー、旅する公務員というなんか素敵なあのプロジェクト、えー、素晴らしいなと思って聞かせていただきましたあの多分これ2019年ぐらいからその改革に取りもうを始めてですねやっぱりプロセスに時間がいろいろかかって、えー、その今途中なんじゃないかなというふうにあの伺って聞いていたんですけれどもあのまあ 行政の規制概念を変える、あるいは職員の働き方を改革すると、この2点に関しては、この、えー、旅する公務員の取り組みによって、どのような変化があったかっていうのを、ちょっと市長に伺いたいなというふうに思いました、はい、ありがとうございます。 あの旅する公務員事業はですね本当にまあスタートしたばかりでございまして、ただ、そのやはり前段に一番最初に、ですねえまず最初の段階でやらさせてもらいました、その段階では皆さん、職員の方が本当に迷っていました、何をしたらいいか分からないという状況だったんですねで、今、ですねえー皆さんに実施しますと、やはり皆さんが何をすべきなのか、そこの場所で何どういうそのまあ行政にですね、 派遣しますので行政どういう話をすべきなのか、まあ、もしくは B 面としてです、ね、行政の人たちとお酒を飲んだりしながらです、ね、いろんな課題を共有する、やっぱり、ね、あの民間と違いまして行政横つながりが弱すぎる、ですねですから皆さんがこう横の人たちのやっていることは分からない行政課題は一緒なんですけども、まあ、先ほども話があったと思いますが行政課題は似ているんですが実際に横のつながりがあんまりないということもありましてこれをすることによって自分の課題を理解するし あのお互いにです、ねえー、これで悩んでるんだなということが、まあ、理解できるということによってじゃあそれをどう変えていくのかですとかじゃあそ,のそれを磐梯町に当てはめた時にです、ね、どうをそのじゃあカスタマイズして変えていくのかというところもです、ねえー、職員の方々がです、ねえー、理解できるのかなというふうに感じておりましてですからその自分たちが持っているさまざまな課題をです、ねえー、そこの行政に当てはめて 実際にそのそこで勉強していくということができるんじゃないかなと思っています。ありがとうございます。あの多分あの時間のかかるプロセスだと思うんですが、まあ一歩一歩あの改革というかですね、あの意識改革を進めていただけたらいいなというふうに思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは申し訳ございません。お時間となりましたのでこちらで発表を終了させていただきます。バン町の皆様ありがとうございました。